レッツゴー、さあ行こう、ウクレレリュックに放り込み、レッツ。皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はちょっとお知らせです。皆さんいつもガズレレ YouTube チャンネルで私が使っているこのウクレレちゃん、このウクレレって正式名称があるんですよ。正式名称ガズの弾きやすいウクレレです。こちらですけれども大好評、 Amazon と Yahoo で大好評販売中なんですけど、まあちょっとすぐ品切れしちゃうっていう、ちょっとねすいません、なんで品切れしちゃうかというと、私ガズがですね一本一本このヤスリでこういう高さを整えてるんですよ。ここ原稿といってここのねここ押さえる力がねなるべくない、いらないようにすごい下げてるんですよ、この弦の高さをね。そういう調整をしたりとか、このこういうところね面取りをしたりとかいろいろ加工してるわけですね。で一本ずつ加工して全部ここにシグネーチャーを入れてるんですよ。その手間がちょっとなかなかかかるもんですけど、ですねまあ、先日ドッカンといっぱい作りましたんで山盛りで、はい、どんな感じで作ってるか写真ご覧ください。はい、こんな感じです。ずらずら並べてもう一本ずつ全部ヤスリとかこうオイルを染み込ませたりとか、まあいろいろ手を入れてるわけでございます。で私がちょっと試し弾きして裏にシグネーチャーを入れる。これは本当に弾きやすいんで、あの初心者の方にもめっちゃおすすめです。なんというかコードを押さえるとき力入れないんでね、なかなかいいですよ。このウクレレ G マーク、これはガズレレの G でございます。ここにもガズレレって書いてありますけれどもね、はい、これ、ウクレレのこと知りたい方、ここに直接ウクレレのことが分かるリンク貼っておきますんでご覧になってください。はい、これは弾きやすいおすすめでございます。はい、でですねこちら以前も紹介したんですけど、これリュックサックウクレレケースなんですよ。しかもこれはですねこのカリフォルニアのブランドメイとダブルネームでコラボしているウクレレケースで、コンサートサイズです。ね、ソプラノサイズの方はなんとちょっと今ソールドアウト中でもうなくなっちゃったんですけど、このコンサートサイズがあと若干あります。これ結構早いもぐちになって、おりますんで、まあもし興味ある方、コンサートサイズ用ですけどでかいんですけどね、まさかこれウクレレが入ってるようには見えないでしょ。これがいいんですよ、こういうの。この情報もここに、リュックの情報を貼っておきます。よろしくお願いします。でね、他にもいろんなグッズあります。本の情報だとかね、まあ例えば T シャツだとか、キーホルダーとか、この水引きも販売してます。これうちの両親が手作りで作ってる水引きなんですけど、これ挟むだけなんで、これカラフルでいいですよ。これも Amazon で最近販売開始して、その辺の情報、ガズレレグッズひとまとめに見れる情報、ここにリンク貼っておきますので、ちょっとホームページ行ってちょっと見てみてください。よろしくお願いします。でですね皆さん最新情報です。東京新宿にあるタワーレコード新宿店でなんとガズレレコーナーできているようでございます。写真どうぞ。いただきました、ゴーン。はい、まるでもうなんかもうガズレレレッツゴー最高の CD タワーみたいになってますけど、はい、来年1月17日にタワーレコード新宿店で夜インストアガズレレイベントやります。皆さんウクレレ持って駆けつけてくださいね。はい、そこでみんなでワイワイやりましょう。これがガズレレ流でございます。タワーレコード全国で、CD レッツゴー最高、購入可能でございますのでよろしくお願いいたします。でまあライブイベントもついでにというかもうドーンと告知したいんですけど、1月17日のすぐ後、2019年ですよもちろん、1月19日は大阪花博公園、あの素敵な場所でガズレレイベント大開催します。ガズレレ歌本ボリューム5の先行発売も一緒ですからねお楽しみにしててください。その翌日1月20日も名古屋でボリューム5先行発売をかけて、まあ、イベントやりますね。とにかく、まあ、ガズレレイベントは皆さんウクレレ持ってきて一緒に歌う、これがキーポイントでございます。はい、駆けめくりましたけど、来年ももっともっと楽しいこといっぱいやろうと思ってますよ。皆さんさようなら、ありがとうございます。ホームページも見てね、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャオ。